はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もうお湯話しましょう。本日ね、吉野家行ったのよ。吉野家行ってあのコメントに書いてあった親子丼買ってきた。まあ、なんかすげえ多いなこれ。あ、なんか大盛りにしたらすごい多いんだけど、多いんだけど大盛りにしたんだからしか当たり前なんだけど、俺なんか想像以上に多い。あとなんか牛皿食いたかったからさ、牛皿とかさ、おしんこがあったりする。とりあえずね、早速開けてみたいと思いますよ。おや、吉野家親子丼オープン。いや、それでは木曜日の夜に乾杯したいと思います。本日4月25日木曜日18時38分39分残業になるかなと思ったら残業にならなかった。SSSSSS おいしいね。牛皿、牛皿こう紅生姜と七味入れてね。いただきます、牛皿いただきます。うん、これ贅沢だね。牛皿っていいよね。うん、あのいつもこう 牛丼で食べるじゃない。あのご飯とね、ご飯とセットで牛丼で食べるんだけど、牛皿だけっていいよね、ほんと。これ本当にうまい。牛皿だけっていいわ。うまいわ。ハイボールの点最高。うん。おしんこ、おしんこ、吉野家のおしんこ美味しいよね。できたら店内の醤油が美味しいよね。店に置いてある醤油。まあ、いや、親子丼食べましょう。吉野家の親子丼、何回か食べたことあるんだけど、多分期間限定で毎年出るよね、これね。親子丼いただきます。うん、抜群に美味しいよ。おいしい、おいしい。あの、ただまあ、ただっていうか前、店内で食べたんだけど、店内で食べた時の卵がとろっとしてるよ。お持ち帰りだと持って帰ってるくらい間に卵固まっちゃうんだよ、これ多分。でもしっかりと出汁が効いてて、おいしい。しっかりとした味なんだよね。
中尾の親子丼ってさ、優しい味じゃん。なんか強風のさ、薄口醤油のあの感じがするじゃん、中尾が。吉野家の牛丼は、牛丼じゃねえや、親子丼はしっかりとしたあの普通の醤油というか濃いめの味付けで、はい、美味しいございます。うん、あ、明日早出なのよ、マー君。朝ごはんどうしよう。やっぱ松屋かな。部屋でだと朝のリラックスタイムってないんだよね。いつもさ、なんかすごい早起きだからさ、朝は本当にリラックスタイムがあるのよ、素晴らしい。部屋の時はそのリラックスタイムを持てないから、パン作った。これ波乗りでもよかったな。牛皿とか余計なもん頼むからだよ、食いたかったの。なんか店行ったらさ、あ、なんかあれも食べたい、これも食べたいみたい。そうそうそう、冷酒をさ、お持ち帰りできるかなって。吉野家って冷酒があるじゃん。あれ飲んでみたいなと思って、冷酒持ち帰りできますかって言ったら、冷酒はできない。なんでなんだろうね。売ってくれりゃいいのね。なんで今日こんなにお腹いっぱいなんだ。余計なの食ってないの。美味しかった。牛皿が、牛皿も美味しかった、うん、親子丼も美味しかったよ、はい、牛皿いいな、これ。牛皿だけを食ってるのがいい。どうだ、ごちそうさまでした。さよなら。